どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ゆうこるです。今回、山本プロデューサーからツイートがありました。というより、まあ、昨日なんですけどね、9時頃にありました。今回のアップデートに間に合いませんでしたが、次回のアップデートで、マルチプレイの悪質なプレイに対する、機能を検討しています。対応する機能を検討しています。すみませんが、こちらはもうしばらくお待ちくださいという一文がありました。ということで、なんとですけど、山本プロデューサー公式からね、ツイートがあったということで、これから3人マルチの嵐に対する対策が始まるみたいです。はい、まあ、とにかく嬉しいね。まあ結構僕が前回の動画で取り上げた毒花火のやつとか毒花火ロックのやつとかっていうのもねあったと思うんですけど、ああいうのってもう本当に止めようがなかったんですよね。でそれに対する対応が決定いたしました。ありがとうございます。もうね、今回はとりあえずこちらをまずは皆さんに報告という意味でね、僕も動画にさせていただこうと思います。まあ事の発端なんですけど、皆さん覚えてますか？僕の毒花火の動画、ちょっと僕のねどうでもいいツイッターをね少しだけ遡りまして、こちらですね。これかな。パズドラのみんなの低さやばいな。こういうのって身内とか無限回路とかで日当たってやるから面白いんでしょ。オートマッチングであるのは論外。こんなクソつまらんことする考えが理解できないっつってね。まあ、これをまずちょっと拡散していただいてね。そう。で、まあ、その嵐の動画がね、拡散されたわけですよね。で、そしたら、それで僕がね、巻き込まれたって言い方も良くないんだけどね、僕も実はね、ふざけて、毒花火ロック回復ゼロ落ちこなしスキル封印地雷できるようになってるやんけ、ふざけんなよって意味で、ふざけんなよって意味で、このゲームおもろっていう皮肉を込めて、大学でね、授業受けてる時暇だったんで作ってツイートしたんですよね。そしたら、バカなアンチが、おい、ユーコロのせいで嵐が増えんじゃねえかよ、どうすんだって言われたんですよね。で、まあもちろんでもそれって全部が間違ってるわけじゃなくて、まあ確かに僕が皮肉とはいえども上げてるんで、まあこれちなみにね、まあ元のツイートも消してるんで公開もしませんが、バカほど編成難易度高くしてできるだけ組めないようにしてわざわざ作ったんで、まあほぼ誰も組めないんですけど、まあまあ一応でも確かに組める人もいますからね。まあまあで荒れたんですよね。なのでまあ僕はツイートを消してね、で煽り耐性が低いんで動画にしました。まあこれなんでかっていうとね、このね、嵐動画を投稿した人がね、ユーコルを利用してね、フレンド申請を募集したりとか、あとは配信したりとかしてたんですよね。で、まあ、まあ、利用してくれるなら、俺もじゃあ動画利用させてもらおうかなと思って、まあ、動画しっかりと利用させてもらってね、ありがとうございます。本当にありがたい動画でした。そしてね、それを動画にさせてもらって、しっかりと、二次利用の方をさせていただきました。ありがとうございます。っていうことをするとですね、僕の周りで皆さんどんな人がいると思いますか？まず 85% ぐらいですね、リスナーの人がいます。まともな視聴者の人ですね。ちゃんと物事を気づいていただいて、毒花火はやばいだろって言って拡散してくれる人が多かったんですね。そう、そういう風に拡散してくれる人のおかげで、まあ、この情報が多分運営さんに伝わったんじゃないかなと思います。あんまり言いたくないですけど、僕以外の実況者で反応してる人はあんまりいないんですよ。なんでかっていうと別に自分にとってメリットがないから。そう、僕にとってもこれ一切メリットがなかったんですよ。動画にするまではね。そう。だから、まあ、別に自分のおかげだなんて言いたいわけではなくて、僕が、そのツイートをしたことじゃなくて、それ以前にいろんなパズドラの人が散々嵐に対して反応してくれてたし、その上で今回僕も反応して、めっちゃなんかいろんな人が拡散してくれたんで、多分運営さんの耳にも少しは入ったのかなとは思ってます。もともと運営さんも嵐はね、いるのは分かってたと思うんでね。そうそうそう。で、ブチ切れた動画にしたんですけど、そう。で、85% のまともな視聴者が拡散してくれると同時に、15% の頭が、やばい人と、やばい人と、あとアンチですね。普通にやばい人というよりかは、やばい人のふりをしているアンチがいるんですね。僕には 15%。で、僕のすごいところ、まあ、自分で自慢するんですけど、僕ってアンチを 100% 利用することができるんですよ。なんでかっていうと、アンチを毎回釣ってるからなんですね。今回のアンチさんのね、行動力ね、めちゃめちゃすごかったです。まず一つ目、ユーコロのせいで嵐が増えたって言って、わざわざ嵐がね、実際あんまいないんですけど、わざわざ嵐がめっちゃ増えたっつって拡散してくれたんですね。そう、まずこれで運営さんは何がやばいかっていうと、嵐が俺のせいで増えてるって、もし騙されてる場合だったらそのまま対応してくれるんですよ。別にその点で僕が悪い好感度持たれてもどうでもいいんです。この本題が解決するなら。そう、素晴らしい拡散方法してくれました。そしてもう一つですね、本当にユーコルリスナーって名前で3倍荒らすバカがいたんですよね。それによってそれで勘違いした人がまたいっぱいねツイートしてくれたんですよ。で、またこれで嵐がねいるっていうことが話題になったんで、さらにどんどん僕がちょっと炎上しつつなんですけど、全然僕が炎上するのは良くて、なんでかっていうと僕はもう炎上し慣れてるんでもいいんですよ。どうでもそのおかげでさらに情報が拡散していって、いろんな人がまたね見てくれるようになったのかなと思います。なので、まあそれが動画の再生回数20万再生ぐらいいってるんでね、それに現れてるんじゃないかなとは思います。はい、ということで、まあね、僕のまともな視聴者がちゃんと拡散してくれた上で、嵐がね火種をつけてくれたんで、かなりいろんな人に目に入ったのかなとは思います。ということで、まあそんなこともありながら今回ね、対策をしてくれるということになりました。まあこれに対して僕が思うことは、もう本当にね、山本プロデューサーと運営さんと、あと僕の視聴者の人に感謝しかない。
結局俺がなんかこうやって話したところでこの動画を拡散してくれる人とか、あとはちゃんと理解してやばいっていうことをツイートしてくれる人とかがいなければ、運営さんも正直あんまり相手にしたくないんですよ。なんでかっていうと、こんな嵐なんてまあ一部なんですよ、正直ごく一部で、でそのためにまあね、その開発って機能にねお金がかかりますから、それでまあねシンプルにお金かかっちゃうんで、まあね、無視したいなって気持ちもあったと思います。ただまあそれをしっかりとまあね、やばいだろって気づいてもらえたんで、そう。だからまあその気づいてくれた運営さんにとにかく感謝ですね。まあ正直、マジな話をすると、もうちょっと早く対策できたんじゃないかっていうのは、少しは思うところあるんですね。この3人マルチの嵐って結構昔からいるしね。あと、パズドラって珍しくて、入室してもキック機能ないんですよ。まあ、ほぼほぼ他のゲーム全部キック機能あると思うんですけど、蹴れないんですよね、このゲームって。パズドラってもう入ってきた人と絶対にやる、もしくは切断するしかなくて、キックして別の人入ってきていいよっていうのもできなかったんで、まあそういう機能も今回もし追加されるとすれば、かなりやりやすくもなるんじゃないかなと思います。まあ主にね、多分運営さんが嵐の存在を知らなかったという方がまあ可能性としては高いんじゃないかな。まあそれによってね、今回対策してもらえるようになったんで、とにかくありがたいですねっていう感じの山本プレデサーカーのツイートがあったっていう動画でした。はい、いかがだったでしょうか。まあとにかくですね、もう皆さんに感謝した上でですね、まあここから僕が少しだけ思ってることを話そうと思います。今回の件で思ったんですけど、やっぱりね、こういう風にツイートすると実際、なんて言うんだろうな、このせいでこれを真似して荒らそうっていうバカは一部いるんですよね。まあ僕ちゃんと動画の最後に警告したじゃないですか。お前ら、今これを真似すると、もう絶対に運営がすぐ対策するから、お前らバンされるからやめとけよっていう、もうなんか当たり前のことを話したにもかかわらずね、真似してるバカも多分一人二人はいるんですよ。もうわざわざ言ったのに動画で。絶対今多分僕、俺が動画にすることによって、またなんか盛り上がるから、この嵐が。絶対にやんない方がいいぞってわざわざ言ったのに、嵐した奴らは多分バンされると思います。お疲れ様でした。だ言ってんじゃん。運営さんは、嵐バンするよって書いてんだからさ、やんなっつったのにね。そうやってるバカはバンされると思うんだけど、まあ、本当にそれはね、嬉しい限りですね。やっぱり僕としても、ユーコロ視聴者ですって書いて荒らされるのは気分良くないんで、どう考えても。ね。まあ、これで嵐がバンされてくれるのは嬉しい限りかな。まあ、あとはね、本当にね、どういう対策がされるのかが気になりますね。例えば僕が、なんだろう、思うところとしては、なんて言うんだろうな、その自分が作った毒はダメージ食らわないとかね、シンプルにいいと思います。例えば別の相方の人が毒作った場合、それはダメージ無効になるとか、っていうのも全然いいと思いますし、まあ、そんなでもね、根本的な対策になってないと思うんですよね、結局。毒無効になったところで。結局ね、封印食らってそういう害悪なプレイングされたらもうどうしようもできないわけですから、例えばじゃあ毒目覚めはどうすんだとかね、敵のギミックと合わせられたらどうすんだとかってのもあるので、まあ根本的にどういう対策をされるのかっていうのはもう正直今のところ全く分かりません。まあ僕としてはもう毒、まあプレイスタイルのね、あの邪魔にはなっちゃいますけども、僕は毒目覚めと毒生成スキルをね禁止すればいいだけだと思いますけどね。あのまあ、その集会とかで全員が毒目覚めを持ってるなら OK とかっていうようなシステムでいいと思います。76と同じような感じで。全員が毒目覚め体制を、あ、ごめんなさい、全員が毒目覚めの加護、毒ドロップの加護を持ってなければ、まあ、なんだろう、毒ドロップの加護が無効になるとか、あとは毒無効、毒生成スキルっていうのは、毒ドロップの加護とか関係なくも普通に使えないようにするとかっていうのでもね、いいと思います。まあまあ、でもそういうので解決できるかどうかっていうのがわかんないし、だからそこも多分迷って運営さんはまだ対策できなかったんだと思いますが、まあ今回でさすがにね、これで対策はもう入ると思うんでね、とにかく今のうちから運営さんに期待しておきましょう。ということでまあ今回の件ね、まあとりあえず謝りたいのが、実際嵐が少し増えたのは事実なので、3Y プレイしてらっしゃる方、オートマッチングプレイしてらっしゃる方に関しては申し訳ございませんでした。本当にすいませんでした。まあでもその代わりね、今回運営さんが対策してることになったんでね、拡散してくれた人、そしてまあアンチの人もね、協力してくれた人はいると思います。中には無関心の人でもね、拡散してくれた人はいると思うんでね、本当にありがとうございました。まあまたこういうことがあったらね、僕はバンバン動画にしていこうと思います。てか僕自身はなんか、そんななんて言うんだろうな、誇れるようなものもないし、別にプライドもないんで、こういうの動画にしても何の問題もないんでね、まあ自分のなんだろう、後先考えるよりかは、バンバン動画に出しちゃって、できるだけ何か悪いことがあれば拡散していこうかなと思います。まあそんな感じで今回の動画終わりにしようと思います。チャンネル登録、高評価ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。